秋活を1月3日から1995年7月17日は日本の実業家であるステンレスキッチンのサンウェーブ工業の創始者日本で初めてステンレスのプレスによる流し台の製造に成功し一般家庭に普及させる1914年宮城県名取郡六郷村にて生まれる6歳の頃鉱山技師である父の都合により 静岡県西伊豆都市町に移る。1922年8歳の時に父が急死。翌年病弱だった母も父を追うように他界し、9歳にして天外孤独となる。その後、父の部下に引き取られるが、間もなくその部下も他界し、両親の遺骨を預けたまま東京へ大工の列地に出される。後継機で大工も引っ張りだこ。 学校にも通わせてやるという言葉に、胸踊り状況をしたものの、蓋を開けてみれば、学校にも行かせてもらえず、大した風呂銭にももらえず、小じゆえに、誰にも遠慮せずに古気を使われ、12歳の頃、大工の家を飛び出す。大工の家を飛び出した後は、住み込みでこもり、車引き、左官、渡航、坊主や、旅館の番頭を通して10年の間過ごす。年、 建築の受け負いや土木機器据付工事等の個人企業、柴崎工業所を設立。翌年、500円を投じて念願だった両親の墓を静岡県西伊豆都市町に建てる。1942年、太平洋戦争に突入すると、物価統制令等により商売がうまくいかなくなり、廃業する。その後、旧陸軍航空本部の資材調達等を仕事とした。 終戦後、三菱電機の幹部と知り合うことがきっかけで、1946年冷凍機の防熱工事を主とする三菱電機の下請け会社、必死は木工株式会社を設立。当初は順調であったが、次第に赤字続きとなる。冷凍、冷蔵、製氷機等の施行をしながら、1948年頃より家庭向け台所流しの生産を始め、 東京木工株式会社を買収し、板橋工場として開設、ステンレス加工製品と厨房家具の製造販売を開始。岸和木工ではそれまでアルミ製やジュラルミン製の流し台を製造していたが、板橋工場設立以来、ステンレス流し台の製造、販売の企業化を進め、次第に業績を上げていく。それまでハンダ付けのステンレス流し台を製造、販売していたが、 1954年ステンレス薄ス板の直流式アルゴーン溶接機による流し台の製造に成功する。同年、岸は工業株式会社の子会社であった三中産業株式会社との新設合併をし、社名をサンウェーブ工業株式会社とする。デパートやトン屋等への販路を拡大する一方、昭和30年、相次ぐ販売店の倒産により売掛金の回収ができず、 多額の債務を背負い、倒産の危機に直面する。ステンレスの溶接にはコストがかかり、高級品であったため、到底一般家庭の台所に使える商品ではなかった。同時にサンウェーブでは、当時、工員不足が問題になっており、柴崎は、ボタン一つで、ステンレスの流し台が作れれば、コスト削減、大量生産、工員不足の解消になる思い、機械による、 プレス式を考えていた。昭和30年、戦後の住宅難を解消するため、7月8日、日本住宅公団法が成立し、同年7月25日に、日本住宅公団が発足した。初代日本住宅公団総裁である、加労九郎の命により、当時、住宅計画部課長だった、直昭、建築家の浜口美穂を中心にライニングキッチンを、 取り入れた住宅が誕生する運びとなった。これにより、これまでの台所にあったくらい、狭いジメジメしたというイメージは一変し、現代のダイニングキッチンのスタイルを確立する一歩となった。サンウェーブも日本住宅公団に通い、自社製品の売り込みをしたが良い返事はもらえず、柴崎は三菱電機社長の高杉新一の仲介により、加納給料総裁に直々に面会することに、 成功する。可能給料は、芝崎の熱弁により、その場で、そんなに安く、しかも量産ができるなら1万台ばかり買おうじゃ、ありませんかと、1万台の発注を約束する。しかし、ここで問題があった。大量生産ができるという見栄を張り、契約してしまったものの、実際サンウェーブでは、まだプレス式の製造には成功していなかった。納期が迫る中、技術者や行員が、 工場で侵食をし、研究を続けた結果、昭和31年9月21日、ついにサンウェーブは日本初のプレス加工による可絞りステンレス流しの製造に成功する。こうして記念すべきプレス式によるステンレス流し第1号は昭和31年、黄壇春見団地に取り付けられた。同時に倒産の危機も解消され、これより日本一の キッチンメーカーとして成長していくことになる。世界一の生産量を誇る大手へと成長したサンウェーブであったが、昭和39年12月、会社構成手続き開始申し立てを行い倒産となる。この年、アジアで初めての1964年東京オリンピックが開催され、日本の景気は絶頂を迎えていたが、多くの企業が過剰設備。 過剰生産状態となり、サンウェーブ以外にも日本特殊鋼、山陽特殊成工等の大型企業が倒産し、山市証券の経営危機など、いわゆる40年不況と呼ばれる1年となる。サンウェーブ倒産の原因としては、高度成長一本槍の相次ぐ設備投資に加え、昭和39年に建設を開始した深谷工場があだとなった結果だが、同時に背景には、 政治的な陰謀や大手企業による乗っ取り説等があったとされる説もある。事実この時期の会社構成法の適用を受けた企業は、ほとんどが大企業の系列に入れられ再建されている。サンウェーブも、三和銀行、日清成功、日商祝いの系列で再建されたが、後に、柴崎は、サンウェーブの倒産は、日清と祝いの悪質な乗っ取りであると発表し、このことは、 様々なメディアで話題となり議論された。40年不況は、当時の大倉大臣、田中角への鶴の一声で決まった、山市証券への日銀特有や、その後の大倉大臣、福田赳雄のもと、戦後初の国債発行等により景気は、急激に回復し、その後50ヶ月にわたり続くイザナミ景気へと入る。ありがとうございます。